はい、コズノオ趣味部屋へようこそ。今回はね、短いですよ。なんでかって言ったらね、もう組み立てちゃったんですね。いやね、タイトルにもある通り、ドラゴンボール、こちらのね、アルティメットルミナス、新しいシリーズなんですけれども、こちらですね。はい、ドラゴンボールとアルティメットルミナスが合体した全3種なんですけれども、こちら1回1500円っていうね、バカみたいな値段がついて、バカみたいな値段でね、売られてるんですよ。はい、まあ、1番は身勝手の悟空で、2番がスーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人の悟空で、3番がスーパーサイヤ人の悟空という全3種で、組み立て方がめっちゃむずいんですよ。これ半端じゃないくらい苦戦しました。あのね、普通にネットのサイト、はい、そちらの方にね、組み立て方が載ってるんですけれども、それを見ながらじゃないと無理ですね。これを見ながらだったらほぼ無理です。これで組み立てられた人はすごいですね。はい、そのぐらい難易度が高い。いや、これ1回1500円ってめっちゃマジでやばいんですけどね。ついに1000円を超えるガチャガチャが出たかっていう感じですね。で、まあね、まあ、サムネを見れば分かりますけれども、出たのがね、青いカプセルだったんですよ。まあ、これはもう空っぽなんですけど、もうここにね、もう外殻がはめ込まれてるんですよ。要はエフェクト部分が、はい、がっしりと。で、中身に本体とかが入ってるんですけれども、で、これを見る限り、もう青の時点でこれはないんですよ。こっちかこっちどっちかなんですけれども、身勝手の極意はね、サイトで見た限り、この筋肉、まあ、背中の分割線が半端なく目立つんですよ。はい。まあ、全部に言えることなんですけれども、1500円の価値はないですね。そこまで出して買うレベルではない。ただ自分はね、実験的なもの、まあ、要は物珍しさで1回だけやったんですよ。はい、それでも1回です。はい、超ドラゴンボールが好きな私でも1回でやめましたね。はい、もう突っ込むことはしないです。で、これでね、出来が素晴らしかったらマジで、うん、全種ソロモでやってたかもしれないです。はい、もう前評判がね、あんま良くなかったんでね、期待せずに、まあ、1回だけ回したって感じです。はい、で、まあ、出たのがね、スーパーサイヤ人ゴッドのスーパーサイヤ人ブルー、はい、こちらの悟空、まあ、最初はね、身勝手の悟空かなと思ったんですけれどもね、はい、開けてみたらこっちでしたね。組み立てて、もうルミナス、こちらを点灯させた状態をお見せしたいと思います。はい、ということでね、はい、もう点灯させた状態でもう頑張ってますけれども、まあ、ちょっとね、光が反射して分かりづらいんですけれども、いや、このね、なんかこうエフェクト感、ほんと取り付けるの難しくて、で、まあ、本体だけはね、こういう台座もないんですよ。ただここでちょっと、支えてるっていう感じですね。ちょっと見ていきたいと思います。はい、本体こんな感じ、はい、こんな感じですね。もう似てもない感じがするんですよね。まあ、この角度はそれなりに似てるんですけど、もう正面とか行ったらもう全然違いますよね。一応ね、こうやってエフェクトがまとわりついてる感じもあるんですけれど、
こうね、本体にもエフェクトついてるんですけれどもね。でこっちのね悟空の方は道着がねまだ着てるんで分割線が気にならないんですけど、宮手の黒衣はねもろ肌素肌なんでね、分割線がめっちゃ目立つんですよ。実物見てないから何とも言えませんけどね。はい、こんな感じなんですよね。ほんとこれだとただの HG クラスですよね、うん、ただ単にこっちの方が高えじゃねえのって思うよね。このルミナスの方がね、うん、これが多分高いんですよ。多分これだけで1000円ぐらいいってんちゃうかなって。はい、で一回ちょっとこれ消しますね。ちなみにこれもスイッチが裏蓋をここを外すんですよ。そうすると普通にルミナスが入ってるんで、これを普通に、はい、オフにする。で、めんどくさいことにまたこれをはめ直す。はい。で、普通にこうやってまた、こうちょっとくぐり込ませながら、ちょうどいい感じのところで固定して止めるっていう。こう遠目から見るとね、いい感じなんですよ。いい感じに見えるんですけれども、近寄るともう HG クラスなんですよ、はい、ちょっとド派手になった HG、まあ、もちろんねこれを見ても分かる通り HG とのまあ掛け合わせみたいな感じなんで、まあ、本当その通りって感じですね、うん、でもこれ1500円は痛いですよ。でまあ、今ねなんか本当2000円ぐらいまで買えるのか2500円かな、わかんないけど、そこまで買えるガチャガチャが今出てるんで、まあ、出せたとしても800円でも高いかな、うん、600円ぐらいかな、妥当な値段としてね。1500円はまずありえないレベル、うん、これだけは言っておく。なのでね、まあでも欲しい人はね、うん、まあやってもいいとは思うんですけれども、まあどの方のね動画とか見ても多分酷評なんですよこのシリーズは。はい、まあねそんな感じなんで、とりあえず回転台座回してねお別れしたいと思います。はい、本当今回はね紹介する気はなかったんですけれども、とりあえずね見てほしいっていうことで、はい、撮らせていただきました。ではね回転台座回しましょう。ご視聴どうもありがとうございました。